スインガー TV、スインガーです本日の試合、キモロッテマリーンズ対、福岡ソフトバンクホークス、9対5で、マリーンズビクトリー <laughs> そして、えー、福岡、連敗が去年から続いてました。えー、連敗が7で、止まりました最後 なんやかんやね、結構、福岡にはね、いろいろ縁があって、まあ、福岡マリーンズ、えー、我が千葉ロッテマリーンズの応援団長の、えン、ー、伝太郎さん伝太郎さんは、えー、福岡出身ですし、えー、ファイトトゥゲザーっていうね、えー、フラッグなのかな、えー、もうありますし、えー、福岡のロッテファンはね、もう結構多いんですよ。昨日今日の試合を見たらわかる通り、<laughs> 結構出てるんですよ。 声が、本当に。だからね、まあ自分も、まあ福岡出身なんで、やっぱりもっともっとね、えー、昨日の動画でも、まあ言いました。もう、福岡マリンズを盛り上げていきましょう。はい。えー、ホークスファンからロッテファンになった人って結構いるんで、ここ数十年、えー、ロッテの良さはね、えー、もっとあるので、えー、ぜひね、福岡の、特にひいファンない人、さらにはホークスファンの皆さん、えー、千葉ロッテマリンズ、えー、選手、応援、全部、 いいもの持ってるんで、ぜひね、あの、ロッテ、ロッテファンになっていただければ、えー、僕はめっちゃ嬉しいなって思いますし、まあ、みんなも、えー、そう思ってるんで、えー、ぜひね、えー、ロッテ、一緒に応援していきましょうちょっとね、話はそれましたけど、えー、試合の方振り返っていきましょう。本当にね、今日の試合はもう佐々木朗希投手だったので、本当に負けは許されない試合でした。えー、昨日の動画で、えー、言ったように、 もう序盤点取らないと、まあ今日の試合はね、なかなか厳しい戦いになるんじゃないかなと、えー、予想してたので、えー、まさにね、えー、今日本日誕生日の中村翔吾選手が、えー、序盤にホームラン打ってくれて、まあ、なんといっても、エルコーヒー、ポランコ選手の、えー、一発が、もう完全に今日の勝負の決め手だったんじゃないかなと思います。ポランコ選手すごいっすね。僕のビスター連敗も、えー、止めましたし、 えー、福岡のね、連敗も、ポランコ選手の一撃で、止めたようなもんなんで、いやっぱポランコ選手、打率こそ低いですけど、あの、相当ロッテに貢献してますね。やっぱりね、必要な戦力、ポランコ選手は。いや、多分ね、もっと上がると思うよ。多分、ポランコ選手、ちょっとその辺期待してます。はい。でまあ、最後、9回の裏にですね、えー、ピッチャー広畑選手に代わって、えー、栗原選手の、えー、スリーランホームランで、まあ、迫られるんですけど、まあ、9点取ってるんで、まあ、 大したことないでしょうと。はい。で、まあ、9対5で、えー、まあ、ン数勝利することができました。えー、今日のローキ投手は、えー、6回82球、被安打3、三振9つ。素晴らしい。まあ、フォアボール1個出しました。えー、失点が2ということで、まあ、まあ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 、試合は作れましたよ。はい。はい。まあ、ローキー投手今日、まあ悪くはなかったと思います。うん。やっぱりね、ホークス打線はね、やっぱちょっとね、 すごいわ、普通に。牧原、ギータ、栗原がね、やっぱりいいので、とても。やっぱそこが、なよね、やっぱあのーキでも、まあそう簡単にはいかないっていうね、えー、試合内容でした。ということで、今日の試合はこんな感じです。はい。えー、キ投手、無傷の4勝目と。はい、藤井投手負けました。やっぱ気持ちいいっすね、ホークスに勝つのは。もう嬉しい。 はい、えー、ホームラン、キャップが3号、えぇ、ー、ポーランコ選手の、えー、ホームラン、5号ですね。で、栗原選手が6号ホームラン。えー、よってですね、えぇ、ー、2位と1.5ゲーム差の、えー、単独首位で交流戦に向かうことに、えー、なりますと。えー、交流戦もね、えぇ、ー、交通を維持していただきたいんですよね。はい、はい。2006年以来の交流戦優勝、ちょっと目指していきましょう。はい。 いや、狙えると思うよ。まずで。今の、えー、戦力なら。とりあえず、投手陣をね、近っ端押さえてもらったらいけると思います。打撃は、省、え、吾、ー、選手を筆頭にやってくれると思いますし、山口選手は今日から、えー、戻ってきてますけど、えー、その2人を筆頭にね、えー、打ちまくれば、えー、交流戦優勝、普通にあり得ると思います。はい。そんな感じです。えー、キャップのホームラン、えー、スーバースデーアーチと猛打賞ということでですね、キャップはね、 福岡に結構強いんですよ。毎年ホームラン打ってるよね。あの、ペイペイドームで。2017年からかなはい。まあ、印象に残るのは17年の福岡最終戦で、えー、中村翔吾選手がホームラン打ったのはね、えー、今でも鮮明に覚えてますし、えー、最近で言えば去年の、えー、モイネロから打った、えー、同点ホームラン。あれは本当にしびれました。ち、今日のね、先制ホームラン。 ああ、素晴らしかった。まずね。やっぱ、キャップはね、えー、福岡に強いことが、えー、改めて、えー、わかりました。いやー次のね、高野祭典でも暴れてほしいですね。はい。で、まあ、エルコーヒーホームランということで、えー、やっぱりね、すごいよ。本当に。エルコーヒーはね、打率さえ上がれば、まあ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 、なんやかんやね、えー、打率2割2分ぐらいまで、最終的に上がれば、いい方だと思います。はい。 まあ、交流戦、打ちまくることを期待しております。はい。ってことで、えー、最後。えー、次の福岡遠征は、7月の下旬にございます。はい。高野祭典3連戦。その3連戦は、えー、私、現地参戦しますと。はい。もう、あらかじめ公言します。はい。やっぱりね、まあ、今日は自宅観戦で、まあ、ロッテ勝ったのはとても嬉しいんですけど、いや、まあ、現地行きたかった。 やっぱり、うん。そこはね、ちょっと悔しい。普通に。いや、本当えー、福岡に、えー、現地観戦行かれた方、本当に、お疲れ様でした。いや、本当にね、えー、今日の試合は痺れたんじゃないかなと。し、かつ、えー、気持ちよかったんじゃないかなと、えー、思います。いやー、悔しいね。いやー、マジで、俺も行きたかった。マジで行きたかった。お金さえあればね、えー、5月の福岡遠征も行ってたんだけどね。 まあそこはね、しょうがない。まあ7月、ええー、3連勝してくれると、ええー、信じているんで。まあ僕は本当にね、福岡っていう場所が本当に大好きなんで、福岡の、ええー、26番、25番ゲートのビ術タ応援席が大好きなんで、ええー、次こそは本当に声を枯らしていきたいなと、ええー、思います。福岡ドームで、ええー、頑張っていきましょう。 はい。あとね、えー、もうそろそろ僕も、えー、現地観戦再開したいと思うので、その辺もね、えー、僕の視聴者さんの、えー、皆さんちょっとご期待ください。はい。ってことで、えー、今日の動画はこの辺で、以上、スインガー TV でした。